大学で室内装飾を学び、イギリス留学を経て帰国後、バーナード・リーチとの親書により陶芸の道に入り、図案家としての才能を生かした作品で人気を博し、1955年色絵磁器で人間国宝に認定された富本憲吉氏。優れた図案家でもあった氏は、シンプルな作品であってもどこか垢抜けた瀟洒な輝きを秘めた作品を残されました。本作品はそんな富本憲吉氏の特徴を存分にお楽しみいただけるのではないでしょうか。民芸的な作風に図案家の感性が見事に融和した作品といえましょう。